はい、遊戯王で機体戦やっていきたいと思います。今回はアンティークギア VS サラマングレード転生エンジュです。アンティークギアなんですが、この度出たですねリングブレインズパック3で、ついにリンクモンスターが出現しました。出現しましたって言い方はおかしいですけどね。その後はですね、かなりピンポイントなワンキルルートに入れれる、ギアターンをサーチして、さらに相手モンスターの攻撃力を下げて、さらにギアターンを破壊できるという効果です。まあ、ギアターンでなくてもいいんですけどね、破壊できる効果は、カードは。さあ、見ていきましょう。サラマングレードサークルを発動し、デッキからスピニオということに変えました。さらに、サイバネットマイニング。手札からスピニーを捨ててデッキからサラマングレードカード、あ、いや違う、レディベデバッカーですね。レディベデバッカーを手札に加え、そのまま召喚、そして効果、デッキからサイバーズモンスターを手札に加えます。サラマングレードガゼル。さあ、これは十分というより非常に強い状況になるのですが、どうだ。さあ、あれはそうですね、転生エンジンですね。です、デッキからサラマングレードサンクチャリ、フィールド魔法を手札に加えます。そしてそのまま発動、フィールド魔法発動し、さらに、転生リンク、そしてさらに手札のガゼルの効果ですが、そこに対して増殖する G ですが、抹殺の使徒で無効。あ、抹殺の使命じゃない、抹殺の使徒はあれだ、リバースカード、リバースモンスターを破壊する、あ、除外するカードですね。じゃあ、その効果によりガゼルを特殊召喚し、ガゼルの効果でデッキから墓地に落とします。サラマングレードの理想の動き、これはほぼ理想に近い形の動きですね。もうレディーバック、サイバネットマイニングサークルを発動っていうのは。さあ、そしてスピニーの効果、サラマングレードカードがいるとき特殊召喚できます。さあ、ミラージュスタリオ特殊召喚、エクシーズ召喚でエクシーズ効果、オーバーレイユニットを取り除いてデッキからサラマングレードジャックジャガーを手札に加えます。そして2体でリンク召喚、サラマングレードサンライトウルフ、そして墓地のジャックジャガーの効果、墓地に存在するサラマングレートモンスター1体をデッキに戻すことにより、墓地に存在するジャックジャガー1体を特殊召喚することができます。サラマングレートですね。そして特殊召喚したときサンライトウルフの効果、リンク先にモンスターが特殊召喚したときに、墓地のモンスターを回収することができます。ガゼルを回収しましたね。そしてさらにサラマングレートウルフを特殊召喚、その効果により、あ、サラマグレードロアの効果により転生リンクをしたときに墓地からセットすることができます。そしてサラマグレードサンライドウルフの効果、墓地に存在するマジックトラップを手札に加えます。さあ、これでターンエンド。さあ、お見事です。これを突破できるか。おっと、まずはハーピーの羽ボギー、まあ、当然ですがサラマグレードロアで無効。そしてギアターンを発動、フィールド魔法ギアターン、そして出ました、サラグレードギア。フィールド上のカード1枚を、あ、サラマングレードじゃねえよ、フィールド上のね、自分フィールド上のカード、モンスターがいないときに自分フィールドのカード1枚破壊することに、デッキからアンティークギアモンスターを特殊召喚できます。リアクタードラゴンを特殊召喚ですかね。いや、結構悩んでますね。いや、リアクタードラゴンか。そしてデッキからワイ、アンティークギアワイバーンを特殊召喚します。ギアタウンの効果ですね。そしてワイバーンが召喚、特殊召喚されたとき、デッキから、アンティークギアカードを手札に加えることができます。まあ、これはターン1回制限なので1回しか使うことができません。1700というね、低くない攻撃力を持ってますんで、アンティークギアモンスターはね、意外と下級の攻撃力はそこそこ高い、そこそこね、1800とか1700とか1600とか。意外とね、下級モンスターを並べるだけでもなんか何とかなったりするわけですよ。さあ、サーチカード悩んでいます。アンティークギアボックス、アンティークギアボックスを手札に加え、その効果によりアンティークギア素体かな、1600の召喚に成功した時、手札が1枚捨てて蘇生という、おっと出ました、これがアンティークギアバルティックシューター。バルティックシューターはリンク召喚に成功してデッキからギアターンを手札に加えることができます。まあ、ギアナウンだけじゃないですね、アンティークギアモンスターでも加えることができますね。そして自分フィールドの魔法トラップカード1枚と相手フィールド上の表側表示カード1枚を対象として、その自分のカードを破壊、その後、その相手モンスター1体の攻撃力、守備力をゼロにすることができます。これは同時なのでギアタウンの効果も発動できます。で、攻撃力をゼロ。さあ、ミラージュスタリオの攻撃を、ミラージュスタリオを向こうにしましたね。攻撃力をゼロに。さあ、ここまでなったらどうなるか。
問題はサラマングレイド側は愛伏せ側ですね。サラマングレイとレイジがあるならばいろいろと変わるのですが、リアクタードラゴンを特殊召喚します。そして、素体ですね、手札を1枚捨てて、デッキからアンティークギアと名の付いたモンスターですね、カードですね、これマジックトラップカードでも良いので、マジックトラップカードがサーチするのは、ほとんどないアンティークギアフュージョンを手札に加えることができますね。でリアクタードラゴンは、バトルを行ったとき相手フィールド上のマジックトラップフィールド上のマジックトラップカード1枚破壊することができます。アンティークギアフュージョンを手札に加えます。さあ悩んでいます。まあ伏せカードによってはもう瓦解しますからね、これが。さあアンティークギア、フュージョンを発動するにしても、まあ融合素材は揃ってますからね。フュージョンハンドにもモンスターは一応あります、一応ね。アンティークギアフュージョン発動、手札の2枚を融合、ほう、お、アンティークギアデビルで効果、一旦時と相手に1000ポイントのダメージを与えることができます。そしてこの2体でインク召喚、おーっとウェルデアナコンダライフを2000支払い、自分のデッキから融合マジックカード、またはフュージョンマジックカードを送ります。オーバーロードフュージョンを送ります。そしてモンスターを4体ゲームから除外し、アンティークギアカオスジャイアントを特殊召喚。さあアンティークギアカオスジャイアントは全体攻撃が可能なので、いずれにせよライフは切れます。なるほど、ベルデアナコンダはモンスター2体ならば出すことができるカードなので、それなんですよね、モンスター2体だったらもう瞬間で出てることができますから、いやーこれはなるほど、お見事です。ベルデアナコンダは効果を使ったターン、あとは召喚がねできなくなってしまうんですよ、あらゆるね特殊召喚だから先に出すわけにはいかなかったんですね。さあ2戦目、サラマングレイド側が当然先行、まあ後攻取ってもいい気はしますけどねそうなんですよね、まあアンティークギアはねサイバードラゴンとかよりもさらに後攻特化に、なったデッキなので、さあスピニーを通常召喚、まあいつも通りですね、流れとしては。でサンクチュアリを手札に加えます。そうなるとアンティークギアもあれですね、ベルデアナコンダも必要となると、なんだブルジョアデッキになりますね。おっとカードを3枚捨てターンエンド、やはりスピニーなどがなかったか。おー、ライトニングストーム伏せカード全部破壊まあモンスターカードじゃあマジックトラップカード全部破壊、無限法要、無限法要、抹殺の指名者、
これは厳しい。ライトニングストームなので多分抹殺の指名者でも打つことができる。さあ、いつもの流れだ。これはひどい。ヤダンは発動し、さらに射出でアンティークギアゴーレムを特殊召喚します。ですね、そうだ、召喚条件を無視できますね。アンティークギアのカタパルトの効果だと、まあ、本来ねアンティークギアゴーレムは特殊召喚できないという縛りがあるんですが、カタパルトの効果だと召喚条件を無視できるのでデッキから特殊召喚することができます。さらにですね、アンティークギアフュージョンの効果だとデッキのモンスターも融合素材に使うということができるんですね。フィールド上にいた場合は、さあ、ワイバーンの効果で素体で、そして効果、手札を1枚捨ててデッキからアンティークギアフュージョンを手札に加えます。アンティークギアフュージョンを発動、デッキから融合素材を墓地に送り、あ、違うわ、あ、ギアダウンを発動か。そしてシューターの効果ですね。でシューターの効果により相手のベイルリンクスの攻撃力をゼロにし、ギアダウンの効果で特殊召喚します。そして、まあ、墓地がもういるのでね、あ、アンティークギアフュージョン墓地に行ってましたね。サーチしたのね。アンティークギアゴーレムとデッキのモンスターを墓地に送り、アンティークギアカオスジャイアントを特殊召喚します。バトルフェイス、攻撃が通れば終わりですね。攻撃力がゼロになってますから。はい、以上です。お疲れ様でした。